中国のバブル崩壊はドミノ倒し状態。ついに最後の希望都市までもが完全没落か。突然ですが皆さんは中国経済という言葉を聞いて何を思い浮かべますか？多くの人は若者の失業率の上昇、不動産バブル崩壊など国家危機を思い浮かべるのではないでしょうか。実際に中国ではどこの都市を見ても経済成長の鈍化が如実に進んでいます。その状況はドミノ倒し状態とも言われ歯止めが効きません。そんな危機的状況の中で中国の最後の希望と言われたのが深セン市でした。深セン市といえば中国のシリコンバレー、中国のハイテク都市とも呼ばれる国内屈指の世界都市であり中国の経済を支えています。ところがその深セン市ですら経済が崩壊し、市から撤退する企業や国民が続出しているというのです。ついに中国は国家崩壊となってしまうのでしょうか。今回は中国最大のハイテク都市と呼ばれた深セン市の悲惨な没落状況を見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。近年聞き慣れてしまった中国経済崩壊という言葉、中国の不動産バブル崩壊を引き金にその状況は悪化する一方で国家全体の危機にまで瀕しているのです。ただその中でも中国最後の期待の都市として国民から期待されていたのが深セン市でした。まずは国の期待を背負った深セン市は一体どのような都市なのか紹介しましょう。深セン市は中国の広東省の南東部に位置し、香港に隣接する都市です。1980年には中国で最初の経済特区に指定され、総人口は1800万人ほどでした。中国屈指の世界都市であり、金融センターとして重要な機能を果たしている深セン市。アメリカのシンクタンクが2020年に発表した総合的な世界都市ランキングで、世界75位の都市と評価されました。中国本土では北京市、上海市、広州市に次ぐ4位であり、北京市、上海市、広州市とともに中国本土の4大都市と言われる北上広深の一つです。このことからも深セン市が大都市であることがわかりますね。ちなみに北上広深の由来は4大都市の頭文字から来ています。そんなハイテク都市と呼ばれることもある深セン市はバスやタクシーの電気自動車率が 100%、 さらにドローンの世界シェアが 70% と、他にも深セン市では QR コード決済の普及率は 100% で現金が使えない店も多いようです。日本で現金お断りなんて考えられないような状況ですね。この街がハイテク都市であることを物語っているようです。今では大都市である深セン市は、かつて40年前は人口3万人足らずの小さな漁村でした。そんな漁村の転機となったのは1980年。きっかけは、鄧小平を中心として実施された中国改革開放政策。これは、これまでの文化大改革を全面的に改め、経済を立て直すことを目的とした政策です。具体的には、対外貿易を拡大し、外貨を呼び込み、先進技術、管理経験の吸収、合弁などを推進することなどが含まれています。実際に中国へ進出する外国企業に対して輸出入関税を免除したり、所得税の3年間据え置きや土地利用での優遇措置を行いました。そしてこの計画は大成功となったのです。加えてそれを後押しするように世界技術開発について熟知した李氏が1995年深セン市長に就任したことで大きな変化がありました。これまで加工貿易企業などの技術的内容が少ない労働集約型産業によって発展していた深セン市は、ハイテク産業への政策に大きく舵を切ったことで成功へ導いたのです。そして深セン市には電気自動車の BYD、 ドローンで有名な DJI、 携帯会社のファーウェイなど中国の名だたるハイテク、金融、不動産、製造企業が拠点を置くようになりました。もちろん経済が発展していったことで金融や観光などその背景で様々な商業も発展。計画通り
多くの外国企業や中国企業が深センに集まり、膨大な外国投資が行われ、急成長を遂げたのです。2018年の時点では、深センの居住者人口は1300万人を超えていました。これはほぼ東京都に匹敵する人口で、40年前の40倍。つまり、40年足らずで、ど田舎だった漁村が東京都のような大都市に大変貌したということであり、深センが猛スピードで成長したことを証明しています。また、こんなスピードで発展した都市は世界の歴史上存在しないとまで言われ、中国のシリコンバレーと呼ばれるようになっていったのです。ちなみに、この深センの発展の背景には、ある特徴がありました。それは、深センを支えている労働者の平均年齢が32歳と、若者であるということです。そして、65歳以上の労働者は、わずか 6% でした。その背景には、夢見る若者が深センに集まってきたことや、若い世代の企業には、国が補助金を出していることも大きく関係しているようです。例えば、深センでは大学を卒業してから5年以内に起業すれば、他の地域より高額な補助金を受け取ることができます。これが、20代の若者が深センに移住する要因にもなっているようです。こうして、毎年少なくとも 20% の経済成長を記録した深センは、2021年10月時点で2020年から2022年に、世界トップの成長率を達成すると予想されました。皆さんは、これまで紹介した深センの様子を見ていると、まだまだ発展の可能性を秘めた都市だと思いませんか？ところが、現在の深センはというと、かつての勢いを完全に失ってしまったと言われるほど状況が一変しているのです。国の期待を背負った深センの変化は、2021年頃から徐々に始まっていました。SNS 上でも、深センは不景気だ、高齢化が進み若者は逃げていったなどといった書き込みが拡散し、不満をあらわにする国民が増えてきています。深センの状況が大きく変わったその理由はやはり中国不動産バブル崩壊による経済崩壊でした。ここ数年の深センは地元を拠点とする大手企業が次々と災難に見舞われています。例えばハーウェイはスパイ行為や中国国家との結びつきが疑われるとしてアメリカの制裁を受けました。不動産開発大手中国恒大集団が経営危機に陥ったことは多くの人もご存知のことでしょう。そこへ加えて新型コロナ感染対策のロックダウンが敷かれ、深センで製造される製品への国内需要が落ち込むなど、音を立てるように深センの経済は崩れ始めたのです。政府系シンクタンク中国開発研究所のディレクターである孫林氏は、2年前の2022年経済崩壊を迎えるであろう深センについてこのように語っていました。深センの経済はぐらつき傾き低迷している。深センは十分な勢いを失ったのではないかとの見方もある。この言葉からもわかるのは、かつての深センの姿は今はないということです。次からは深センは現在どのような状況に陥っているのか見ていきましょう。まず深センでは住宅価格が急上昇し、それに伴い生活費も高騰、そして就職難と市民の生活を圧迫しました。その結果、賢い若者はすでに深センに見切りをつけ、逃げるように都市を出ていきました。2022年の深センの平均住宅価格を見てみると、約4億8380万円。これは北京市や上海市を上回る高水準です。バブルが崩壊し、住宅価格は下がりつつあると言われていますが、このような価格では若者世代が購入できる価格ではありません。つまり住宅が安い地域へと移り住もうと考えるようになるのです。2023年の深センの常住人口は前年比 0.5% 減の1767万人となり、2年連続の減少となりました。その中でも20代30代の減少が目立ちます。深センシ統計局によると、2023年の20代の常住人口は前年比 3.2% 減で、30代は 1.8% 減となっていました。海外の投資家は中国株を大量に売却し、企業からの来訪も途絶えました。これによって数十件の駐在員向け飲食店は閉店し、地元民向けの飲食店へと姿を変えています。
外国企業が深セン市から撤退し始めていることは明らかです。また、かつては富裕層だった人々が自分の資産を守るために家や建物を売り払う状況になっていることからも深刻な危機に襲われていることがわかりますね。こうした状況を受け、深セン市政府は人口の流出を防ぐために住宅価格の抑制や就職支援などの対策を打ち出しました。しかし、深セン市の経済問題はもはや都市規模ではなく中国全土の問題であるため構造的な改革が不可欠なのです。さらにその経済崩壊を浮き彫りにしたのは世界第2位を誇るとして話題を集めていた超高層ビルの建設が2021年8月から中断していることです。この超高層ビルは2017年に開発会社によって約4800億円で購入されました。ドバイにある162階建て高さ 828.9 メートルのブルジュ・ハリファに次いで世界第2位の高さとなる140階建て700メートルの超高層ビルで深セン市のシンボルになる予定でした。このビルは主にビジネス地区、アパート、学校、公共エリアと4つのセクションに分かれています。最上部には展望台、タワー内部には屋内プールが設置、そしてエリア一帯にはアパート、ホテル、オフィス、インターナショナルスクール、アートギャラリー、劇場、公園、広場などが含まれていたようです。もはや凝縮された一つの街といっても過言ではありませんね。もう少し具体的に見てみると、エリアの中にはイーストサイドとウエストサイドがあり、イーストサイドには展示会スペース、劇場、ホール、青少年起業家センターが計画されていました。この4つの領域を通して、深セン市と香港の若者や企業を誘致し、ハイテク産業、人材トレーニング、国際交流のハブを形成することが目的です。一方のウエストサイドは、図書館、文化芸術センター、屋外劇場などの文化施設を作り、若者のための芸術的な雰囲気を構築し、健康的な都市文化生活を創造していくとのこと。このように計画だけを聞いていると、誰もがワクワクするような、夢のようなビルに聞こえますね。これらはホームページに完成予定図とともに公表されています。その近未来的な完成図を見た人の多くがこのビルの完成を楽しみにしていたことでしょう。この高層ビルの完成予定は2024年。しかし実際のところ工事現場では犬が寝そべり、建材は投げ出され、重機もそのまま置かれています。建物はただの大きな石の塊としか見えず、まもなく完成するビルとは思えない光景が広がっているのです。この状況が意味するのは、完全に現場を放棄したのか、ただ中断しているだけなのか、今後作業が再開する意思があるふりをしているのか、真相はわかりません。ただ、2024年の完成予定に間に合わないことだけは一目瞭然です。これは不動産バブルの影響を受けて、中国の不動産大手シーマオグループが債務危機に陥ったことが原因でした。思わず、またか、と言いたくなるような中国のお決まりのパターンですね。さらに、2021年後期から1年4ヶ月決算報告書を見てみると、過去2年に大幅な損失を計上していることが発覚し、超高層ビル建設どころではなかったことが分かりました。それに伴い、深セン市に住む人々にも変化が起きています。深セン市でマッサージ師をしているシュー・ジュアンさんは、飲食代ですら値上がりしすぎているし、仕事はきついし、他の地方の生活水準はすごく良くなった。そろそろここを離れる時かもしれない。と明かし、友達が故郷に帰って、ひな部屋を始めたことで、自分もそうしようかと考えているといいます。また、日本テレビが深セン市を取材したところ、思わず唖然とする中国経済の現状が見えてきました。建設現場周辺に住む住民は、多くの人が期待や希望を持っていて、すごく盛り上がっていました。でも、もうずっと放置されたままで、今はどうなっているのかわかりません。と、半ば諦めているように語っています。さらに、路上で寝泊まりをしながら、日雇いの仕事を求める大勢の若者たちの姿が、市内のバスターミナルに溢れていました。その中にいた一人の中国人男性は、昨日、地下鉄の点検作業員を辞めたばかりだ。と語りました。その理由は、時給16元、日本円にして約320円でずっと立ちっぱなしの作業に、そんなのやれるもんか、となったとか。このように
現地に足を運んでみると、生活費の上昇に苦しみ、家を持つこともできず、低賃金で働く出稼ぎ労働者のかなり厳しい状況が見えてきたのです。前代未聞の速さで急成長を遂げた新鮮市でしたが、今では時給300円の路上暮らし、毎日日雇いの仕事を探さなくてはならない悲惨な状況には言葉が出ませんね。さらに取材していた日本テレビの記者は、工事担当者と名乗る中国人男性から、建物を取らないでください。ここの建設工事は私たちの商業秘密と関わっているからです。と取材を中止するよう促されたようです。しかし男性は工事の担当者を名乗っていたものの、おそらく中国当局の関係者だったようで、なぜ民間企業に関する取材を当局が妨害するのか理由がわかりません。ただ中国といえば自国の恥や失敗を隠すことに力を注ぐ国であることは多くの人がご存知のはず。もしかするとドミノ倒しのように中国全土で経済崩壊が起き始め、問題は山積みだというのに他国に悟られないようにと必死に隠蔽しようとしている中国の行動なのかもしれません。とはいえ、深圳市は中国の経済を牽引してきた都市です。中国最大の貿易港の一つである深圳は、医療品や電子機器など多くの製品を世界各地に輸出しています。2023年の深圳市の貿易総額は約86兆4000億円で、これは中国の都市の中で最大でした。だからこそ、中国最後の期待の都市が経済崩壊するようなことになれば、中国全体にその影響を及ぼすことになり、中国は手の打ちようがないのです。次々と問題が襲いかかっている中国ですが、最後の砦ともいえる深圳市の経済崩壊を阻止することはできるのでしょうか。野心と才能を備えた新卒者が中国全土から集まり、中国第三都市と呼ばれた深圳市が崩壊寸前であることが明らかになった今、今後の中国政府の対応に注目が集まりそうです。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。